さてということで、はい、2回目のヘルシンキ訪問、去年に引き続いてありがとうございます。去年来たんが9月かな、で今8月やから、うん、まあ、去年はちょっと秋っぽかったけど、うん、まあ、まず聞きたかったのは、はい、まあ、去年来て、うん、なんでまた今年来ようとしたのかなんか今回はゆっくりしたくて来て、うん、でゆっくりできるとこってなった時にパッてなんかな思いついたのがフィンランドのあの森があって、なんだろう、いい感じにスペースというか余裕というかがある感じのとこやなってのがあって、それでまあ今で8月やったらきっとちょうどいいぐらいなのではないかっていう、ギリギリ夏をそうそう体験できる、夏で涼しくてみたいな、普段めっちゃ暑いところにいつもいるから、うん、それを考えたらまあ行きやすいかなっていう感じで行ってみたっていう、はい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 、なるほどね、うん、去年来た時のまずじゃあ印象はどうやった、うん、去年例えばどこ行ったっけ、ヌークショとかさ、そうやね、うん、で、うん、あのスイミングホール、うん、行ったけど、去年そうやね、去年来た時結構なんやろうな、いろんなところをこう真新しい新鮮な感じで、うん、めっちゃ一個一個感動し回りながら行っていた気がするんだけどなんか街のちょっと中心から離れたところに前はいてたりして、うん、こう泊まってるところからもうすぐ出たら森があるみたいな感じで、あ、はいはいはい、そこはなんか森があるなみたいな、朝から森のところを歩いてるとか、その辺にウサギが飛んでるとか、それも感動したけど、電車とか乗ってて、うん、なんやろうな、ぎゅうぎゅう詰めでもないし、うん、で自転車とか押しながら電車乗ってきて、うん、でそのまま街に走っていく自転車乗ってる人たちとか、なんかすごい覚えてるのが、去年来た時に何回も健康的やなって、うん、めっちゃ言ってたそれがすごい、あ、そういう視点があるんかっていうか、まあ、なんか今回来て見るとスーパーとか行ったらなんだろうな、ビールとか売ってんの見て、うん、でかい缶しか売ってない缶があのそうか、日本でいうロング缶っていう呼ぶんかな、あ、はい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 、で短い缶の方が珍しい、確かになって思いながら見てると、これめっちゃみんな酒飲んでるなって思うと、まあ健康的かどうかっていうのはその辺はちょっと怖いかなとか思ったけど、あ、それはすごい面白いポイントやな、確かに、うん、確かに、ここの人たちは何、ビールを飲むのが定番なんかな、ビールは、うん、みんな好きやし、まあ酒が好きやな、まず、あ、消費量は多いし、はいはい、あれも新しい職場とかで仕事始めると健康診断に行くよね、うん、会社と提携してるとこに、うんうん、いつも看護師さんに聞かれるのが、俺も転職してまだ1ヶ月やから、うん、この前も看護師さんに聞かれたのがお酒の習慣、あ、それだけどれぐらい週に何回飲むかと とか今までなんか朝から飲まないといけない状況にやったことがあるとか、うん、ああ、その質問はすごいね、なかなか聞かれへんで、ね、それは、うん、いやだからそんだけ依存する人が多いってこともある、うん、まあ、問題にもなってるみたいなのかな、うん、うん、じゃあまあ去年来て、まあ、今年、うん、あのまあ今住んでる国とはまた違う環境やと思うけど、うん、もうじゃあ主にあれのんびりするのがメイン目的、メインのみたいな感じ、もう今回は何やろ、前ほどなんだろうな、前は結構そのいろんなものが新しいっていうのがあったけど、うん、なんか毎日新しいことをしに来たっていうよりかは、うん、毎日例えば朝起きて近くの緑のあるところを散歩したいとか、うん、そのなんかちょっと自分の中で何やろな、今回その2日3日とかそんな感じではなくて、もうちょっと期間があるっていうのもあるから、うん、なんかこう毎朝ここを歩いてみたいとか、でなんか今住んでるところの近くの市営プールとサウナに通ってんのも、なんかこう夕方ぐらいに例えばこうそこまで走って行ったりとかで、なんか別の形で行ったりして、でまた行ってっていうのを、なんか1回だけじゃなくて、あ、繰り返しできる、なんかある意味ルーティーンみたいな感じになりかけてるけど、そんな感じのなんて言うんだろうな、うん、なんかな、何やろ、そこにあんのを楽しむっていうのがすごくいいかなと思って、はい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 、地元民みたいに暮らしてる、うん、まあまずそうかびっくりしたのが、うん、その3日4日来るんじゃなくて、うん、ほぼ2週間近く今回さ、うん、いるねどう、まあ、さっき言ったけど、じゃあ、うん、過ごし方としては主に、うん、今来て10日ぐらいか、うん、まあ、1週間ぐらいか、そうそうそう、どう、朝起きて、朝起きて、青きてきたなっ って水飲んでっつって、でなんかちょっと歩いてみるか外みたいな感じで、はい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 、
前それこそいつやろな、大輝がこの国に来て数年目ぐらいの時とかに、うん、なんか冬はとにかく暗いとかなんか夏は逆に明るい、めっちゃ明るいって言ってたのもあって、うん、確かに今回来てみて夜9時半ぐらいまで明るい、9時半ぐらいっていうか、まあ、10時ぐらいまで下手しいこう夕焼けみたいなのが見えるから、もう夜になったらこうカーテン閉めて、うんうん、で朝もこう閉めてってしてるから、朝起きてこう太陽浴びに行こうっていう感じがすごいあって、あ、なるほどね、で太陽浴びに行って、でなんかできれば朝早い方がもうちょっとその辺の動物も歩いてるかなっていう期待を込めて、太陽浴びに行く兼なんやろ、森の匂いみたいなのがここに来るとすごいあって、あ、マジか、それはもう、うん、あ、最近忘れかけてたな、森の匂い、はいはい、そうそう、今なんか結構そのヘルシンキからちょっと離れた郊外みたいなところに泊まってるけど、うん、なんか地下鉄メトロから上がってきて駅出たすぐ、うん、なんやろな、5歩ぐらいのところにこう木がもう森みたいになっててああ、でそのもう5歩ぐらいの森に近づいた瞬間、あ、匂いがあると、あ、それをなんか朝一でこう起きて歩いて、なんかこの間歩いてたらもうなんていうん、ウサギがその辺走って逃げてくとかでなんかちょっと音すんなと思って上見たら、あ、リスがいるとか、なんかウサギ、リスはまあその辺他の国でもいるなって感じするけど、この間、うん、なんやろな、道路の向かい側にキツネがいて、マジで、うん、キツネはほんまに初めて見たと思って、でなんかまあそういうところを歩くのはめっちゃ気持ちいいなって今思ってて、もうな、首都からすぐ近くやのにな、そうそうそう、なるほどね、え、朝ごはんとか何食べてんのじゃ、そう、朝ごはんは今回なんでやろうって自分でも思ってんねんけど、ライ麦パンがうまくてあれになんか卵焼いたのを挟んだりとか、で横にヨーグルトとなんかバナナ切って、あとなんかちょこっと野菜とかっていうのをやって、へえ、そうね、前来た時そんなライ麦パン美味しいって思わへんかってんけど、なんか今回来たらうまいって思ってて、起きたんやでなんかまあコーヒー入れて飲んでみたいな、でなんかそっからのさ過ごし方はちょっとまあ日にまたよって、うん、やけど、なんやろうな、なんか理想的にはこう夕方ぐらいに宿のところに戻ってきたらで一駅分行ったところにある市営プールにたどり着いてなんか行ってたのじゃな、そうそう、夕方に行くのがなんかいいなって感じがする、あープールで泳い、あ、サウナ入って、サウナ行ってプールで泳い、なんかどっちかっていうと多分サウナがメインになってんねんけど、あ、しかもその観光客がよく行く有名なサウナじゃなくて市営プールに行くっていう、ね、うん、そう、なんか多分そこら辺に住んでる人が行ってるのが分かる、うん、ファミリー層多いし、はい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 、いくつみたいな、君は今1歳ぐらいかなみたいな子とかも入ったりしてんねんけどお父さんお母さんとお父さんとか、それこそなんか日本でなんだろう、自分がちっちゃい頃の日本のサウナって、うん、こうなんやろうな、割と年いったお兄さんおじさんたちが行くところみたいなとか、はいはいはい、確かに確かに、でなんか最近多分日本で流行ってるのはなんかもうちょっとなんかこうなんやろう、サウナ道みたいな、みんななんかこうなんちゃら道にするやん、よく日本の人たちはいはいはい、確かにこうなんか極めようとしてる人たちみたいなのが多くて、そんな感じでもなくこう敷居が低いから俺みたいな誰だみたいな人でも普通に行けるっていう感じが良くて、確かにサプロなんていうの、サウナじゃなくても気軽に行ける、そう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 それはあるかもしれんな、うん、だからなんかこう、ああゆっくりできたなっていう感じで、でまた帰ってってみたいな、じゃあわりかし満足はしてる2回目の、そう、多分とても満足してんねんけど、このなんだろう、森、朝森歩いてとか、うん、で夕方サウナ行ってとかって意外と多分世界のどこでもできるわけではない、ああ、そうか、そうか、うん、それどういう意味や、意味でなんかなんだろうな、その辺に森が、その辺に森はないそうかいろんな国に行ってもこう、はいはいはい、だからの、まあ、確かにその辺に森あるような国にも住んだことあるけど、その辺に、うん、なんつうん、その辺に森があるようなこう、なんかアフリカの村みたいなところにはサウナはない、うん、あ逆に、はいはい、じゃあ両方あるっていうのがなかなか、なかなかないね、本当に、じゃあそれはあれか、まあ、この動画を見てる人ほとんどフィンランド人やけど、うん、まあ普段当たり前のような森とかサウナとかは実は全然、まあ、ありがたいことなんやぞっていう、そうね、日本でも、日本でも森そんななくない、あの多いけど、そのそう割合ではね、そう割合では7割やね、日本確か森3番目やったと思うよ確か、うん、フィンランドが 75% かな、うん、でも首都圏からとかさ、うん、まあ、大阪も京都もやけど、
中心から森にはなかなか行けない、ね、だからそこは全然違うかなって思うし、ただまあなんか今回2回目やから、うん、前結構いろんなところをなんだろう大輝に連れてってもらいながら行ったのもあったし、うん、で今回また違うどこだっけね、前はヌークシオに行ったけど、うん、今回なんてとこ行ったっけ、リンロ、そうそうそう、あれもあれで良かったなっていう感じで、うん、なんか週末に出てくる場所みたいなところに日をみんな囲めるところ、うん、あそこ あれはなんかなあんなもんは日本に普通にその辺にはありませんっていうまあ、ただで木とかがあるのはな、そうそう、その辺に木があって、でなんか予約とかしなくても、うん、なんかフラッと行けて知らない人とかと普通に火を共有して、うん、でなんか焼いたり炙ったりして、うん、食べれるみたいなとかも、確かにやっぱなんかそういうののアクセスがめっちゃいいかなと思う、うんうん、でまあちょっと話を食べ物に戻して、うん、はいはい、ライ麦パン食べてるとか言ったけど、うん、他外食とかで、うん、これ食べてこれは美味しかった、これは美味しくなかったとかある？あ、なんか俺あのサーモンスープを食べたいって言ってて、うんうん、でこの間行ったとこはサーモンを使ったスープがあるっていう、はいはい、あのクリーミーのサーモンスープじゃなかったってこと、そうそうそう、俺的にあのクリーミーな、なんかじゃがいもとかがゴロゴロしてて、うん、でかいサーモンの切り身がいっぱい入ってるとこ、あれを欲しいなって思ってたら、その時はなんかトマト風味なんかな、おお、何が入ってたん、あの時は野菜がなんかこう人参とかをちょっと細切りにしたようなやつと、うん、あと日本でいうムール貝っていうかな、ほうほうほう、貝とあとエビで、まあ、あれはあれで美味しかったんけど、クリーミーな方がいい、ちょっと欲しいかな今みたいな、次はっていう、なるほどね、かな、結構なんかクリーミーなやつじゃないのとそうなんとで、うん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 、なんかサーモンの味っていうか、 なんかサーモンが引き立つ感じっていうのは違うかなって気がして、はい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 、確かに。他なんか食べたっけ、フィンランドらしいもの、あれ最初食べたあのなんだっけ、サーモンが乗ってるパン、ああ、はい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 、あのそうそう、ウォヒレイパってやつね、はい、ディルが乗ってたやつ、そう、あれはでもめっちゃうまいなと思って、なんていうかな、オープンサンドイッチみたいな、日本でいうところ、うん、こうサンドにしてなくて1枚のパンの上にこういろいろ乗ってるのをこうかぶりつくって感じだったけど、あれで食べるから多分めっちゃこうディルとかの香りがわってそのまま来て、あ、なるほどね、サンドイッチあれはそういいデザインやなと思った、あ、そうまい、そう考えたことなかった、うん、あれはなんか外のカフェみたいなところで食べるのは確かにいいなって感じが、クリーミーサーモンスープは食べなあかんな、食べたいな、入るまでに、うん、外国人からの、うん、まあ、してまじろうはさ、いろんな国に住んでるし、日本だけじゃなくていろいろ知ってるし、うん、そういう視点から見て、うん、今後フィンランドが、うん、より外国人を引きつけていく、観光客を例えばさ引きつけていくにあたって、うん、何を提供すればいい、どういう何をアピールしていけばいいと思う、あ、どうなんやろ、自分俺は結構こうそのさっき言ってた感じ の、 あの朝森を歩きたいとか、そういうのが好きだったりしたから、逆になんて言うんだろう、首都の本当一番中心の中心の宿みたいなところに泊まって観光するっていう感じのやり方をアプローチをしていないんやけど、うん、あ、そうか、じゃあそういう、まあ、あえてあるよね、うん、だからそこじゃなくてもっと郊外にも泊まってもらって、うん、普段忙しいヘクティックな、そうそうそう、それをしてる人にはジローみたいな、うん、楽しめる、なんていうか、余裕がある感じの滞在の仕方をするとすごく気持ちがいい国かなと思ってて、あ、そういう風に過ごすし、多分そこまでまだ多くないと思うし、うん、それは一つのヒントであるかもしれんよな、そう、なんか今我々あれやん、二人俺らサウナのさ、うん、サウナとプールを往復してきたやん、うん、なんていうとこやったっけ、あそこ今はウィマストリオンっていう、そうそうそう、あそこから出てきてこうなんか最後しかもサウナ行って出てきたから、うん、こうちょっと今涼しい感じをやってるやん、確かに、だからなんかこうサウナ行ってですぐ次ここに行こうみたいな、うん、そこまで忙しくない感じ、はい、うん、俺はなんか多分それを今回完全に楽しみに来てるというか経験しに来てるっていう、なんかこう一個一個の間に余裕あるなぐらいの、うん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 、だからでもなんだろうな、でもこっから例えば今なんかどっかでなんだろうな一杯コーヒーでも飲むかとか、うんうん、それかなんなら下手しいなんだろうな、ほんとちっちゃめのどっかのミュージアムとか、うん、ちょっとした街のストリート行くとかやったら全然まだ行けるかなっていう余裕があったりするんやけど、確かに今回メトロと電車の線路はなんとなくわかるんやけど、うん、トラムがまだ正直よく分かってなくて自分は、はい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 、トラムとバスを
うまいこと使いこなせたらすごいアレンジしやすいかな、この町の滞在の仕方はと思ってて、あの何やろ、前に来た時にもすぐ教えてくれたアプリとかあったよ、うん、HSL の、そうそうそう、はいはい、あれを前回よりかは慣れてるつもりやねんけど、そうそう、あれが多分うまく使えれば本当なんかその人用のテイラーメイドした滞在にはすごくしやすいかなって、なるほどね、なんか、うん、ある意味もめっちゃ自分は多分自然8割、うん、あと他のこれとこれ2割とかっていう風にしたいっていう人もいれば、なんかめっちゃ自分はこのアートのこの辺が好きやからデザインのこういうとこを見に行きたいとかっていう人も そっち7割、はいはい、他3割とかっていう風に、なんだろうな、多分なんか目的というか自分が好きなものによってすごい変えやすいかなと思うかな、ね、この街は。そうかそうか、なんかすごい選べるなと思った、うん、ここは。なるほどね、あ、それ余裕があるからね、その分。そうか、素晴らしい意見やな、さすが。なんかこう全部を全部やろうとしなくていいというか、まあ、あえて、まあ、イタリアとかフランスに比べて、うん、まあ、正直見どころは少ないからこそ、うん、まあ、できる幅は広いかもしれんな、ここ行かなっていうのがない分確かに確かに逆に、うん、ここあんま良くなかったなみたいなのある？あー、なんか夏やからかもしれないけど、うん、ちょっとなんか寒気の周りとかなんかあれやな、ちょっと雰囲気ちゃうなとは思った。ちょっとうるさいというか、うん、怪しい人がいるよみたいな。なんかこのカンカン持って歩いてる人は飲んでんねんなっていう感じとかが、はい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 、かなー。そう、なんかあとね思った、今結構目の前を自転車で乗ってる人がいろんなとこがいるんやけど、うん、なんていうんやろ、日本やったら多分今京都の、うん、なんだろうな、ゲストハウスみたいなとこ、ホテルっていうよりかはゲストハウスとか、うん、エアビーみたいなやってるとこやったら結構自転車の貸し出しが多いの、うん、こことか結構自転車道あるやん、うん、やからなんかせっかくやったらこう宿で自転車貸し出しみたいなの増やしてくれたら結構使いやすいかもなみたいな。そう、なんかシティサイクルは多いねんけど、確かに、まあシティサイクルも登録してって、そうそう、外から来るとちょっと一個ハードルがあるから、確かに、せやな、まあ、どっちもかな。なんかそのシティサイクルはいろんなとこで返せるから、うん、適度なところでもここにリターンしとこうってできるかもしれんけど、うん、宿からあったりするとそれはそれでもっといいかなとかっていうのがあったりする。それな、一応なエスポーも確か、うん、サステイナブルな街みたいなのアピールしてるし、うん、まあ、ヘルシンキもその辺力を入れるんやったらそれは大事かもしれん、うん、いやーすごい楽しんでくれてるようで何よりです。いや、夏の一番暑いのはいつなこの国は。7月ちゃう。あ、もう終わったか。夏至祭とかも見てみたいことはあるけど、ね、うん、まあいろいろイベントもあるし、うん、まあでも一応夏は見てもらったし、まあちょっと秋も去年、うん、次は冬ちゃう。冬やなこの辺が全部真っ白になってんのかな。そうやな、そうやな。なるほど、まあまた来てください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとう。